お、これはイザナミ発動。イザナミは自分と相手2人の体の感覚によってはめる道術だ。まずガノンの上ビーに当たり崖受け身を取る瞬間を俺の万華鏡シャリンガンで記録する。それを仮に A とする。あやべ。そしたら次にまた同じくガノンの上ビーに当たり崖受け身を取る瞬間を記録しルート A' を作る。そしてその A と A' を永遠とループさせ相手をループの中に閉じ込める。無限ループを作る能力だ。このループから出たければ己を見つめ許すことだ。それができなければお前は永遠とこのループをさまようだろう。相手の運命を決めてしまう術、それがイザナミだ。